皆さんこんにちは、こんばんは。ゲブラグロワーズ2023生産者限定サロンを運営する株式会社ゲブラ長豊代表の新井です。超トリプル G2023 生産者サロンは農家さんを元気にウェブと経営にお手伝いする会員制のグループサロンです。ゲブラ長豊を創業62年間で得た栽培技術や育種方法などお客さんを介することは一切ございません。事業を運営する上で必ず利益を出さなければなりません。私はその利益を出す仕組み作りの基本にお手伝いし、サロンメンバー同士で情報交換を行いながらご自身でスキルアップし自ら基盤を作ることがこの限定サロンの指針です。それではトリプル G2023 発足と活動についてご案内します。生産者さん同士で盤石な骨太経営になる、興味のある方は最後までご視聴よろしくお願いします。2023を立ち上げた動機についてインスタグラムやホームページにも記載していますが、コロナウイルスで生活様式が変化、おうち時間が増えたことでガーデニングや室内で観賞する植物需要が急激に増え、生産する農家さんは一定期間潤いました。需要増がいずれ衰退すると予測された方も多いと思います。一言で解釈すれば、この現象はコロナ禍の一過性需要で瞬間最大風速のようなもんです。現在花生産を含む農林水産業は過去に例のないほど生産資材や流通費の値上げ、年率パート賃金 1% から 3% 値上げ、生産コスト増に直面し、この先不透明で不安の日々でしょう。連日生活必需品の値上げラッシュと同時に困惑されているかと思います。22年年末商戦対象となる鉢物需要も思った以上に希望単価に反映されず、これから迎える母の日ギフトもどう展開するか心配かと思います。コロナ禍前の需要に戻りつつある中、長引く戦争によって未だ収束が見えません。春生産に欠かせない光熱費、燃料はやや落ち着いているとはいえ高止まり、電気代は 30% 以上アップ、農家さんによっては倍に電気代が増えているとも聞きます。需要衰退、この不況の渦中にどう生産すべきか、特に昨年より生産者さんより相談を受けている現状です。さまざまな相談事情がありますが、要約すると原価計算がなされてない、販売先が不透明で行き当たりばったりの不安定な運営がほとんどです。利益を出すには少しでも高く販売したい、この意識が根強く、残念ですが営業が先走り、事業の本質である原価率と損益分岐点が不透明で、いわばどんぶり経営です。これでは生産し販売しても儲けにはなりません。中には疲弊している方もいらっしゃいます。農業業種を問わず事業を安定して運営している優秀な農家さんも大勢いらっしゃいます。話は変わりますが、現在希望通りで販売できている、運営されているという生産者さん、生産原価率は何パーセントでしょうか。生産出荷率90、93、95%、設定しているでしょうか。生産する上でロスは必ず出ますが、そのロス分の生産原価費用はどのようにお考えでしょうか。損益分岐点は明確でしょうか。しっかり原価率を明確にし、適正販売価格を設定し、いくら利益を得るのか、またアイテムごとの異なる原価率の把握、事業を安定的に利益を生み出すには生産原価率を明確にすることがとても重要です。高く販売すれば改善が得られる、はっきり言って全く改善にはなりません。もう一度説明しますが、
まずは生産原価を明確にすることで農園の改善点が見えてきます。 GGG2023 サロンでは農園を健全で安定的な運営に改善するには現状の生産原価率を把握することから始めます。ゲブラが培った製造業の基本である損益計算式、生産原価、販売管理費、営業利益のバランス、固定費、変動費、利益体質で留保でき、事業計画で新たな事業投資、修繕費などキャッシュアウトが可能になります。まずは生産の足固め、無駄の撲滅、作業の効率化、労務管理を徹底改善し、利益体質を作り上げ、次のステップは自らの営業です。生産者さんの悩みでなく、仕入れて販売する園芸店さんも心配されてます。資材、肥料、流通費等の高騰によりコスト増は避けられません。生産負担する経費増により何らかのコスト削減で物が悪くなってしまってるという販売店さんの声はとても多いです。精度の高い明確な原価が算出されれば、適正な販売価格設定を行い、購入していただくお客さんに営業アプローチです。生産ハウスで満足いく花ができた、それはまだ行き先のない商品ではなく部品に過ぎません。つまりどこの販売店さんも一生懸命作ったその花がハウスで綺麗に咲き起こっても誰も知らなければ価値がないものになります。ゲブラが長年得たお客さんを介することは基本行いません。これには深い意味があるからです。ゲブラの営業指針、何を誰がどこの販売店さんに営業し流通するのか、 SNS を駆使して販売しても良いでしょう。しかし重要なのは自ら営業活動を行い、作り上げた商品の思いを販売店さんに伝えることです。商用や各花き市場様に一堂集結するリアル展示会も再開されてきました。この機会が生産者の営業原点だと私は思います。ゲブラ長豊は20年前から商用展示会や花き市場展示会に出展し、お会いした販売店様にコツコツと営業活動を地道に行い、コミュニケーションを図りながら現在に至ります。愛情を込めた商品の紹介やストーリーを伝えることが重要です。販売店さんは情報を待ち望んでます。我々が生産計画組むように、販売店さんも売り場計画が組まれます。半年先、1年先も計画が組まれます。生産者の思い、販売店様、園芸ユーザー様、この構図が一直線に並ぶことで情報が円滑になり、販売店様からのフィードバックが得られ、トレンド商品の把握、将来の格付けが見据えり可能になります。原価が分かり、予約をいただいて流通する、ここで事業経営計画が成立します。谷間ガスの営業では商品情報が一方通行になりがち、ユーザーさんの近い位置にいる販売店さんの声が我々へフィードバックが得られないのが理解できたでしょう。注文で流通したから売れた、それは大きな誤りです。何を誰がどこの販売店さんに購入してくださるのか、実際に購入してくださった販売店様が仕入れて値引きをせずに完売したのか、ロスを出し廃棄し実際は赤字だったのか、今後商用展示会や花き市場様の展示会とご挨拶する機会が多くなるでしょう。そのご縁を大切に一つ一つアプローチすることが重要です。コツコツ営業活動をしましょう。必ず結果が出て実を結びます。現在サロンメンバーでは北は北海道から南は九州の生産者さんが参加し、毎月オンラインズームで情報を交換しながら経営を学ばれています。私が30年間学んだ経営術、製造業の基本損益計算式、
現場改善、労務管理、営業など農業を営む生産者さんの経営基盤強化にお手伝いし、骨太経営になってくださればと思います。生産者限定サロン、GGG2023。サロンは会員制になります。今の現状を打破したい、改善したい、笑顔になりたい、幸せになりたい。ゲブラが培った経営術とサロンメンバー同士でスキルアップをしましょう。サロン規定によりお申し込みいただいてもお断りする場合もございますのでご了承ください。 GGG2023 の発足と活動内容について解説しました。最後までご覧いただきありがとうございました。